つもビデオをご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は車中泊にあると便利なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、極寒の北海道で使用する場合、低温対策 BMS がついたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーやヒート機能付きのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは今後必要かについて検証してきました。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使用した走行充電を計画される方、また拡張される方への参考になればと思います。まず私の現在の車中泊で使用する車はタウンエース。バッテリーは2年前から使用しています100アンペアのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー。 BMS はありますが、この BMS は低温時の充電ができなくなるような監視機能はありません。物理的保護対策と周囲温度の影響を和らげるように1センチほどの合板を使った箱に入れています。充電は将来の拡張を考えてレノジーの MPPT50A タイプの走行充電器を使用しています。 AC100V を出力するためのインバーターは現在のバッテリーでは 1000W ほどの消費電力の家電しか利用できませんが、インバーターの電子デバイスの安全性と今後の拡張性を考慮して 2500W タイプのものを使用しています。真冬の北海道の車中泊では車外がマイナス20度以下になる日もあります。そのため寝ている時以外は石油ファンヒーターを使い、車内は20度以上で快適です。このような車中泊を1ヶ月半行った結果、私の使用環境では低温対策 BMS やヒート機能付きのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは不要ということが確認できました。真冬の北海道での低温対策について、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーやポータブル電源を使用されている方はご存知だと思いますが、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの使用環境は充電する場合は0度から50度、放電つまりインバーターから 100V に変換したり、車載用冷蔵庫などに 12V を使用する場合はマイナス20度から60度となっています。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーへの充電する方法はいくつかありますが、誤った使用例は私が使用しているレノジーの MPPT 走行充電器のバッテリーの温度センサーを低温対策のためにわざわざ高価なヒート機能付きのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに使うことです。この場合の正しい使用方法は温度監視 BMS のあるもの、ヒート機能付きのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに対しては MPPT 走行充電器からの温度センサーを使わない運用で使用するということです。なぜ走行充電器のバッテリーの温度センサーをヒート機能付きのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに使うことが間違っているのか詳しく説明してみます。まず充電したいので車のエンジンをかけ、車の発電機オルタネーターを使って発電します。発電した電流は車のバッテリーと走行充電器へと流れます。走行充電器では常にいろいろな監視を行いながらバッテリーの充電をコントロールしています。レノジーの MPPT 走行充電器の中で充電電流をオンにするまでの流れは、説明書や実際の動作確認を行ったところ、このようなフローチャートで動作しているものと思われます。充電監視確認ステップ、監視確認ループ、これは充電電流を流す流さないを確認し充電制御を行うステップです。まず確認1、入力の確認です。ソーラーパネルから電源供給されているか、またはメインバッテリーの電圧、つまり車のバッテリーから接続された端子電圧は規定より高いか、またはイグニッション電源信号はオンか、もしノーの場合は充電をストップし監視確認ループに飛び、イエスの場合は次の確認2へ進みます。確認2、走行充電器の本体の温度確認。走行充電器自体の温度が規定温度の範囲であるか、ノーの場合は充電をストップし監視確認ループに、イエスの場合は次の確認3へ。確認3、バッテリーの温度確認。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに取り付けた温度センサーが規定温度の範囲にあるか、ノーの場合は充電をストップし監視確認ループに、
イエスの場合は次の事前確認 OK。 事前確認 OK。 事前確認は問題ありません。バッテリータイプによる電圧コントロールへジャンプします。そしてここでは充電電流がバッテリーのタイプや設定に応じて必要であれば充電出力され、バッテリーが満充電の場合はソーラーパネルからメインバッテリーへチャージするか確認するプロセスに挑みます。と常にいろいろ監視している信号レベルを確認しながら充電制御を行っています。バッテリーの温度センサーが規定温度の範囲外の低温の場合は、規定温度に上昇するまでバッテリーの充電電流は流れません。この機能はレノジーの走行充電で現在裏技的に利用可能なものであり、バッテリー内部の BMS で温度監視のないリチウムイオンバッテリーに対しては簡易的ではありますが、低温監視のある BMS と同様に低温対策が行えます。次にヒート機能付きのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、そのバッテリー自身でバッテリーの内部の温度センサーを確認しています。温度センサーの温度が低温の場合は、バッテリーへの充電電流は一定温度になるまでヒート機能のみに使用し、バッテリーを温めます。もし充電器側でバッテリーの温度センサーを使用し規定温度の監視を行っていると、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーが規定温度の範囲外の場合、バッテリーへの充電電流は流しません。つまりエンジンをかけても充電器のバッテリー温度センサーが規定温度になるまでは、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーのヒート機能を使ったバッテリーを温めることができません。ですので、ヒート機能付きのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーや BMS で温度監視を行っているリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの場合は、レノジー社の取説にあるように、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーには走行充電器からのバッテリー温度センサーは使用しません。そうすると充電器側ではバッテリーの温度は適正範囲の25度として、バッテリーが低温でも充電電流を流します。簡単にまとめると、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに低温対策がある場合は、充電器側でバッテリー用の温度センサーを使いません。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに低温対策の BMS が使われていない場合は、バッテリー外部で温度監視を使う、またはレノジーの走行充電器のバッテリー用温度センサーを使う運用を行います。なお MPPT 走行充電器にはいろいろなメーカーのものがあり、最近レッドオドさんも 40A のものが発売されました。ですがレノジー社のような温度センサーをつける端子がないので、走行充電器側で温度監視制御は使えない製品です。乾電池ではヒート機能付き、または低温対策 BMS を使用するリン酸鉄リチウムイオンバッテリーやその他の対策が必要になります。2、実際に冬の北海道で MPPT 充電器の低温対策を使用した結果レポート。レノジー社の MPPT 走行充電器からバッテリーの温度センサーを使用すると、2度以下では充電がカットされ、2度以上になった場合通常の充電が可能になります。この温度制御の2度以下で使い物にならないかどうかを真冬の北海道で実際に検証してきました。今回45泊を行ったうち、冬日つまり最低気温が0度以下になることはほとんどでした。そして旅行の4分の1にあたる12泊で、朝一番の確認でバッテリーの温度が2度以下で充電がカットされた状態でした。この場合エンジンをかけてもバッテリーの温度センサーが2度以上にならないと充電電流が流れない状態です。今回の旅で確認ができたのは、バッテリーの温度センサーが朝一番2度以下になるのは、車内の暖房がない状態で外気温がマイナス10度以下が数時間続く場合はバッテリーの温度監視が2度以下になっていました。このような場合でも放電、つまりリン酸鉄リチウムイオンバッテリーから 12V を出力することができていますので、
インバーターからの 100V で石油ファンヒーターを使用していると車内温度も上昇し、バッテリーに取り付けた温度センサーの監視温度も上がり、車のエンジンをかける朝8時頃までには充電ができる2度以上の温度に上昇していました。まとめ、実際の冬の北海道の長期車中泊を行い確認できた結果は3項目です。まず最初に、真冬の北海道でも温度監視付きの走行充電器とリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの設置環境や暖房対策を考慮すれば、温度監視の BMS がないタイプのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーでも期待以上に使用可能で、特に問題はありませんでした。2つ目は、極寒の車中泊では石油ファンヒーターの暖房効果はかなり大きく、人間にもリン酸鉄リチウムイオンバッテリーにもとても快適な環境温度を提供できたことです。岩谷のカセットガスストーブマイダンを使った極寒の北海道の車中泊の暖房効果の検証については、1年前の長期北海道車中泊旅で実際に使用したレポートをアップしています。岩谷のマイダンなどの場合では、バッテリーの温度上昇速度もかなり異なっていたと思います。そして現在、バッテリーの物理的保護対策と周囲温度の影響を和らげるように、バッテリーは1センチほどの合板を使った箱に入れていますが、外気の影響を受けやすい2台スペースに直接設置するだけ、そして車内暖房があまり影響されない場合では結果は異なっていたと思います。3つ目、今回の確認により、今後バッテリーを新しくする場合は温度監視のある大きなサイズのバッテリーはもちろん、温度監視がない BMS を使われているスリムサイズの軽く扱いやすいバッテリーも使用可能ということが確認できました。現在のノーマルサイズのバッテリーからスリムサイズのバッテリーに変えるだけでも空間スペースに余裕ができます。少し工夫すれば、バッテリーもノーマルサイズの1つからスリムサイズの2つに容量追加できそうです。普通サイズの2個や大型の200アンペアタイプのバッテリーと比べ、かなり大きさも重量も異なり、燃費にも若干プラスで寄与します。200アンペアタイプに変更すると取り出せる電力も大きくなり、すでに使用している 2500W のインバータとセットで 800W の電気ケトルを使いながら、 800W の電子レンジや IH クッキングヒーターを気にせず使えるようになります。今後のタウンエースのバージョンアップが楽しみになりました。最後の最後の繰り返しになりますが、走行充電からのバッテリー温度センサーをリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに使うと、バッテリーの温度監視を使う充電制御ができることはメーカーが保証しない裏技的なものです。レノ G 社の取説では、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーには温度センサーは使用しないとなっています。これが公式の使用方法です。現在はたまたま使えるだけ、将来この温度監視は突然できなくなるタイプの走行充電器が発売される場合もあります。走行充電器からバッテリー温度センサーを使い問題が起きた場合は、当然自己責任で使用し発生した問題であり、レノ G やバッテリーメーカーの責任ではありません。レノ G サポートやその他関係者を困らせるようなことや、今後のバージョンアップでリン酸鉄リチウムイオンバッテリーについてはスマホアプリの設定温度機能追加を依頼することなどがないように、大人の対応をお願いします。以上が車中泊にあると便利なリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとレノ G の走行充電器からのバッテリー温度センサーとセットで極寒の北海道で使用した検証レポートでした。もし少しでも参考になりましたら、グッドボタンよろしくお願いします。今後も車中泊の車いじりや車中泊の旅の動画などをアップする予定です。チャンネル登録していただきますと新しい動画更新が確認できますので、もしまだ登録されていない方は登録のほどよろしくお願いします。今回の動画は以上になります。長時間ご視聴ありがとうございました。